こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。今回はセーフティーネットについてお話したいと思います。先日私はこんなツイートをしました。リタイア後のセーフティーネットだったはずの薬剤師の収入が新卒並みに叩かれうる時代、クラウド型医薬品種をメンテするスキルは必ずや強みになるはず。ビジネスが軌道に乗れば本業と副業の逆転だって夢ではありません。私の経営する池谷さんは独立企業を進める一方で、保険は何重にもかけておくべきとおっしゃっています。独立とは安定を手放すこと。事業を10年継続できるのはわずか3割に過ぎないという現実。そして独立直後は綱渡り状態、つまり不安、ストレス、過労と戦う日々になるのです。よってセーフティーネットは必要。いざとなった時の再就職先は探しておくべき。これは何も恥ずかしいことではなく、割とよくある話だそうです。そして企業の経験は必ずや再就職先でも活かせると池谷さんはおっしゃっています。次に分散した収益基盤。同じ事業でも複数のマネタイズを図ることが肝要だとおっしゃっています。3つ目は広い意味での家族。なぜなら経営者はメンタルをやられやすいから。まとめとして、綱渡り状態から脱して淡々と前に進もうとおっしゃっています。僕はメンタル安定している方ですとおっしゃる学さんが、落ち込んだ時の対処法についてまとめてくれています。落ち込んだ時の対処法は2つしかない。1つ目、ビジネスに関しては改善する。2つ目、人間関係に関しては諦める。ただ自分が傷つく言葉、悪い言葉と考えるのはいささか傲慢である。とはいえどこかで撤退ラインは引くべきであって、例えば会うたび嫌な思いをする人、周りの人にも嫌な気持ちを与える人に対しては線引きをすべきだとおっしゃっています。またどこかで吐き出すことも大切。友達に相談する、紙に書き出す、医者に相談することで心を病むことから早く脱するべきだとおっしゃっています。私からのメッセージです。クラウド型のスキルは再就職時に強いと私は確信しています。なぜなら企業と非常勤という二本立ての働き方は相互にセーフティーネットとなり、経済的な不安を和らげてくれるからです。また非常勤としてクラウド型を通じ職場に貢献できる働き方はしがらみ抜きの人間関係となり、メンタル的にもメリットが大事だと思います。実は私は薬局長の先生方にリタイア後の起業を進めています。具体的にはクラウド型医薬品種フォーミュラリーで起業しようと進めているのです。詳しくはこのブログで全ノウハウを公開中ですので、興味のある方はぜひご覧になってください。今回のお話は以上なのですが、この動画ではこんな風に複数の YouTube の匠の動画をもとに、起業を目指す薬局長の先生方に向けて役立つ情報を配信してまいります。今回のネタ元動画はこちらよりご覧いただけます。
また私自身も YouTube、Twitter をしておりますので、よければご覧いただき、チャンネル登録、フォローをお願いします。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。